これ座る？うん。え、第一印象って聞いてもいい？あ、いいよ。え、何人？ちなみに。うち二人。俺は一人だった。誰か聞いてもいい？いいだったら全然。小春ちゃん。ああ、頑張れギャル。第一印象。え、誰？いけるいける。と、恭平くんと。マジで？達也くん。嬉しい。達也くん。かっこいいよね、達也くん。そう。俺選んでくれたんだ。そう。え、マジか。俺ゼロ人だと思ってた。いや、選んでた最初から。ありがとうございます。来た瞬間かっこいいと思って。ガチで。何このイケメンと思って。俺一番最初。一番最初だったからさ、ちょっと怖かったんだよね。男子いなかったし。あ、そっか。そうだよね。普通にかっこよーと思って。てかさ、その爪長くてさ、生活しづらくないのそれ。意外と慣れるよ。そうなの。スマホとかどうしたの、うん、普通に触れる。マジで。うん。すげえ。慣れるんだ。慣れるもんなんだ。慣れる慣れる。全然慣れる。え、そう、なんでさ、今日好きでたのそういえば。普通に彼氏が欲しかった。あーね。一緒だじゃん。そう、もうそろそろちょっと彼氏欲しいなと思って。もう悔いなく行こう今回の旅は。そう、悔いなく。マジ短いって言ってたから。本当に。だって2泊3日でしょ。うん、怖いな。あっという間だよね。うん。マジ気になる人にガンガンアピールしよう。そう、で、だからアピールするガンガン。ありがとうございます。待ってます待ってます。アピールしに行きます頑張って。え、ギャル好き？ギャルは、まあ、あんま好きちゃうやん。違う違う違う、ギャルは、でもあんまり分かんないの、ギャルが。あ、そういうこと。そうそうそう。でも今話しててすごい喋りやすいから。本当にいい感じ。全然喋れないからさ。そうなの。いや、めちゃくちゃ喋れてるから。喋るのが苦手だから。絶対そうでしょ。本当だ、ガチ。めっちゃいい感じ。で、人見知りだから。全然人見知り今発動しないけど。本当に。本当に話する。え、写真撮りたくなって。写真撮る。写真撮ろう。あ、めっちゃいい。なんかギャルってやっぱ写真映えするよね。写真映えするっていうか、なんか撮り慣れてる感じ。あ、写真はでもめっちゃ好き。あ、だよね。そう、あのさ、彼女を彼氏できたらさ、写真撮ってくれる人ぐらいよ。わかるわかるわかる。で、それストーリーに上げてくれる人めっちゃいいよね。だよね。めっちゃわかる。あの、写真撮っててうざいって思われるのは嫌だ。わかる。なんかその写真待つ、写真撮るのって意外と時間かかるからさ、うん、それも許容してくれる人がいい。あ、わかる、ね、そう。今の時間はマジで幸せでした。楽しかったです。え、すごい、私が誘ったのにめっちゃ喋ってくれて。うん。だからでもまた喋ってみたいです。その写真を撮るのに共感してくれる人あんまりいないんで、男の人で。え、共感してくれるんだこれみたいな。一緒じゃんみたいな。共感ですよね。あそこ最高でした。え、なんかすごい話しやすかったです。なんか人見知りって言ってたけど、めちゃくちゃ、うん、話しやすかったですね、はい。ギャルってもっとなんか自分の勝手なイメージですけど、もっとゴイゴイ来るのかなと思ったら、ゴイゴイ意外と謙虚ですごい優しい子で、あの、好印象でした。あゆみちゃんも、まあ、気になる方向には行きましたね、はい。で、自分もまだあの先にハルトにあの第一印象であのツーショット誘われちゃったので、まあ次誘えるタイミングがあったら積極的に自分から行ってアピールしたいと思います。